市民球場です。千葉ロッテマリーンズ対横浜 DeNA ベイスターズ、このゲームの模様をお送りいたします。マリーンズの先発は右の有吉、対するベイスターズの先発は右の坂口、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。右の坂口、マウンドに上がりました。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の藤原。投げた、まっすぐ見送ってストライク。もう追い込んでいます。膝元、空振り三振。坂口ナイスピッチング。バッターは2番松田。背番号50。投球は3球目。投げました、打ちました。1、2塁間のゴロ、1塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番加藤。加藤翔平、背番号10。第2球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。さあ、2ストライクと追い込んだ。投げました、打ちました、ファール。次は4球目、投げました、ストレート、空振り三振。坂口、今日は上々の立ち上がりです。2回の裏、1点を追いかけます。マリーンズの攻撃、トップバッターは細谷。投げました、流し打ち。9、軽快にさばいてワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第9、投げた、ストレートはボール。さあ、次の投球、投げた、変化球ストライク、インローへ。第3球を投げた、危ない球。次は4球目、投げた、打った、サードグラウンド、ボールをつかみました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番西巻。第4球を投げた、ボール。第5球投げました、外角低め、見逃し三振。坂口、最後は見逃し三振に仕留めました。2回が終了しまして1対0です。3回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは山口。第5球投げました、インコース低め、見逃し三振。バッターは8番吉田。吉田優太、背番号39。第9、アウトロー、カーバー外れてボール。投げました、危ない球。第3球を投げました、外角低め、見送ってストライク。投げました、カーブ決まってストライク。追い込んで第5球投げた、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。吉田ナイスバッティングです。バッターは9番ミキ。ミキ亮、背番号23。さあ、投球は5球目、低めのボール引っ掛けた、レフト前に出る、ヒット、ボールは中継。ミキ、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。アウトコース低め、見逃し三振。坂口ナイスピッチング。バッターは2番松田。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第3球を投げた、直球、空振り三振。松田、全くタイミングが合いません。坂口ナイスピッチング。3回の裏が終わりまして2対0です。マリーンズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは加藤。今日の第一打席はスイングアウト。投げた、打ちました、三遊間の打球、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番細谷。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ストライク、膝元厳しいところ。投げた、ボール。投げた、打ちました、三遊間のゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番高部。第1打席はファールフライに倒れています。投げました、初球空振り。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、外角低め、見逃し三振。坂口、見事なピッチングです。坂口、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。5回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは西巻。
見逃し三振、坂口三球で仕留めてみせました。バッターは7番山口、これが2度目のバッターボックス。カーブ見送ってストライク。第2球投げました、危ない球。投球は3球目投げました、決まってストライク。第4球を投げた、ボール。投げた、これは引っ掛けた、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番吉田、今日2度目のバッターボックス。投げた、打った、ショート左、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。坂口三者凡退に抑えています。5回の裏が終わりまして2対0です。マリーンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターはミキ、投げた、打った、流し打ち、ファールボール。第6球を投げた、打ちました、切れていきます、ファール。投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった、投げました、初球見逃し三振。坂口ナイスピッチング。バッターは2番松田、今日はセカンドゴロと三振。変化球空振り三振、坂口三球で仕留めてみせました。坂口この回見事な投球でした。中盤まで終了しまして2対0です。7回の裏、マリーンズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは加藤、今日は三振とサードゴロ。投げました、ボール、インローへ。第5球投げました、打ちました、ファールボール。第6球を投げました、打った、これはセカンド正面、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番細谷、今日はファーストゴロとショートゴロ。投げた、打ちました、切れていきます、ファール。投げた、打った、血の掴んだ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番高部、今日はファールフライと三振。ストレート、空振り三振、高部全くタイミングが合いません。坂口この回も三者凡退に切って取りました。7回の裏が終わりまして2対0です。8回の裏、2点を追いかけますマリーンズの攻撃。この回のトップバッターは西牧、ここまで打ちました、ライナー破った、ヒット。西牧ナイスバッティング。ベイスターズ1点差で逃げ切りました。本日の試合はベイスターズの勝ちでございました。勝利投手坂口、西武葛西、敗戦投手有吉。さて今日のヒーローは勝利投手の坂口、本当に今日は大活躍でした。